ミシー、はるか、ことね、まほー、私たちはチェコでーす。はい、ということでこちら見てください。おー、何ですかこれは。これは海外のお菓子でございます。わーい。 ASMR とかで食べてたりする地球グミとかドープキャンディーとか、うん、今日は取り寄せたのでそちらを食べて食レポをしていこうという回でございます。わー、はい、せっかくなので今回どれが一番美味しいのか、まあ、順番にランキングをどれが一番美味しいのか順番にランキングをつけていこうと思いまーす。一番気になるのどれ。せーの、指さすの。せーの、地球グミ。いちご。じゃあ商品紹介していきます。はい。ニックルニップワックスボトルキャンディーロープキャンディーです。これはレインボーナーズロープキャンディーです。こちらはおなじみの地球グミです。ピッチーズマーメイドエディションいちごグミ。かわいい。ラスト、ピッチーズ UFO キャンディーです。なんかさ、形はあの人参のさ、お菓子だけど。お皿に盛り付けてみんなで食べていきましょう。はい、レッツチェコ。ということで早速食べていきたいと思います。何から食べる？定番の地球グミから。あ、いいね。これ大事じゃない？これ失敗したらさ、どれでやった？ね、確かにもうどれでやった？もう覚えてません。ね、この辺かな、全部も。せーの。あ、これ。めっちゃいるか。ちょっと笑いが出ちゃう。なんか、くさっ！めっちゃ臭いんだけど。何この味。何このすごいね。すごい味だね。マハにはイチゴに思うんだけど。イチゴとブルーベリーとみたいな。思ってたより美味しい。100個やってる人いるじゃん。これは絶対に無理。普通の人間じゃ絶対無理だよね。確かに。じゃあ次、こいついきまーす。はい。もちろん、麺から。麺から。麺からってことは、あるよ。ピンクかな。うん、ちゃう。うまっ。ガム？ハイチュウと、メントスの間みたいな。うん。味がわからない。何味これ？これ、なんて説明すればいいんだろう。一つだけ、正確なのは、ハニー。うん。セイウチ。ピンクが一番美味しいかも。うん。ムラ。ん？ラベンダーみたいな。ん？お花みたい。ん？謎謎。紫めっちゃ美味しい。あのさ、バラのグミあるじゃん。うん。あれみたい。あ、ふんわりか。ほうほうほう。次行きましょう。謎の UFO。なんか、え？なんか入ってる。なに？え、なに？うちから。なんか音しないな。やばいね。次魔法行って魔法行って。待って。酸っぱ。こんな酸っぱい。何これ。こんなに酸っぱいんだ。周りがさ、和菓子のさ、味がする。やってよ、カン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 。そっちの缶。ねえ、これ食べようよ、いちご。あ、今、喉にすごい。お尻。あ、香りはいちごだ。甘おうとか。本物のいちごっぽい。待って、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。大好き、今これ。甘すぎて、やばい。これダメだ。海外の子たちはこういうのいっぱい食ってるのかな。かば焼きさんとか知らないわけでしょ。そうしてるよ。次これ行こうぜ。バッ。見た目はさ、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。あ、噛めない。待って、これ分かった。わたあめ作る時の。これかも。ぽい。うまっ。なんか、消臭力みたいな。ちょっと待って。みんなで噛もうってやろう。うん。なんか唇が紫になってる。なんだって、なってる。
何食べてないんだ。コーラ飲みたい、コーラ。マジでこぼれないように蓋を噛む、こぼれるから気をつけて。ほら、じゃあ食べちゃダメだよ。いや待って、なになになに、味がやばい。あかんぐわ、なんか出てきた。ショット系の類のお酒の味がする。え、これさ、みんなさ、美味しいみたいな感じで食べてるの、これ微妙な表情してる人もいるけど、美味しいって言ってる人もいるよ。味覚やばいんじゃない。せーの。ぶえー、これもうじゃあじゃんけんで負けた2人じゃない、うん、最初はグー、じゃんけんぽい、イエーイ。やっぱうちじゃんけん強いわ。これで飲んでよ、これで。はいよ、これでも。せーの、いきいきいき、あ、優勝、あ、いき、あ、優勝、優勝優勝優勝、あ、グイグイグク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 グイ。おー、早い。まずい、オッツでーす。ロップキャン行きたい、ロップキャン。ブラブラソーセージ。言ってそうじゃない。モノボケしよう、モノボケ。待って、モノボケ。いいんだよ、まだね、いいんだよ。どう、うちのキャン、新しいストラップ。病気で全身カラフル水暴走になりました。あやばい、マジでニキビできた。ちょっと多くない多くない。あー、お前舐めてんのか。見せんの。リューチェルさんの DNA 食べますか。タバコ、うまっ、うまい。グミみたいなやつにくっついてんだ。若干憂鬱な気分になる。じゃあ全部食べ終わったということで、部分的に好きな1位とワースト1位を発表しようよ。せーの。理由は1位って言うならこれが欲しかったかな。全部嫌だけど、まあ、うん、まあね、うん、かわいいから。今あの味の話してるんですよね。はるかはこの子は見た目も可愛いし、味も自分の中で好きだった。気になるワーストの方発表しました。これは同じだと思う。せーが、人が食べる食べ物ではない。なんか周りの味も嫌だし、味しないけどなんか嫌だよ、なんか嫌だ。今日こちらのお菓子はアマゾンで揃いました。気になった方はぜひ買ってみてください。頑張って食べてたなって思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上、チェゴです。